本日も1週間のスタートマンティ、笑う角には福が来たぷ、指番号も1234 5、1234 5と覚えます。とっても簡単、ああ簡単、ピアノがもっと上手に楽しくなりますように。
左手のバランスも考えて、どんどんドレミの音名で歌いながら弾いてみてください。簡単な曲もコードをつけて弾くことができます。何でも慣れです。独譜平音記号の位置、非常に音域の広い範囲も音読効果、読むことでドレミの位置、平音記号の位置もちゃんと身につきます。まさに音読効果。絵本の読み聞かせをピアノレッスンに取り入れて、曲のイメージを豊かに想像する、これが想像力を身につけるコツです。この曲は何をしているかな？誰々ちゃんと誰々ちゃんが楽しそうに遊んでる曲かな？単調や長調の違いで楽しそうな曲ね。なんだか悲しそうな曲かな？絵やイラストもとっても上手に描いてくれますが、簡単なコード、サブドミネント、ドミネント、ドミネント、1、4、楽しい曲をオリジナル曲も作ることが可能です。1625とは、これが循環コードと言います。1625というコード進行が循環コードと言います。順次進行もとっても簡単、ああ簡単。など、少しほんの少しアレンジができると、もっともっとピアノ演奏の幅も広がります。独譜、曲を読み解く能力プラスアルファ、コード奏法や循環コード、順次進行などでアレンジができる。これも当ピアノ教室の大きな強みでございます。弾いてみたいアニソンなら初見で弾けます。初見力というのもピアノの上達には大切になってまいりますが、できるわよ、あなたなら大丈夫よ、大丈夫よ、少し練習すれば一曲ちゃんと弾けるようになると大きな自信を持つことができます。長い目で温かく励まして褒めてあげましょう。どんどん子どもたちというのは褒められると嬉しくて、また頑張ろうと思います。それでは、にらめっこしましょう、ポップ！笑うと負けよ、ポップ！まさに油の乗った旬のサバ缶。それではね。さようなら。